皆さん、こんにちは。井上翔です。お知らせがございます。この度、なんと2023年3月22日に、2と3ばっかりですね。僕の新しいアルバム、グリーンビルが発売されることになりました。ありがとうございます。新しいアルバムっていうかね、もう、オリジナルアルバム、フルオリジナルアルバムとして初めてと言っていいと思います。すべて、オリジナルの曲を書き下ろしていただきました。素晴らしい、いろいろな皆さんに。そしてプロデュースはコトリンゴさんにお願いして、もうコトリンゴさんの素晴らしい豊かな音楽の世界で僕を包んでいただいております。今までね、ミュージカルの曲とかを歌うことが多かったですけども、なんか自分の曲っていうのも歌ってみたいな。しかもその普段自分が聴いているような音楽のジャンルで歌ってみたいなっていう、僕の願いを、叶えてくれたアルバムでもあります。タイトルの「グリーンビル」というのは、僕がですね、中学生の時に住んでいたノースカロライナ州とアメリカのね、町の名前です。ちっちゃいグリーンビルっていうね、発音、いい発音で、本当はこういう発音なんですけど、その1年にいろんな経験したんですけど、生きている上で、どんな時期でもいろんな経験する、いろんな気持ちになるよねという思いを込めて、なんか曲を書いていただいたりしました。たまたま今日グリーン着てるだけなんですけど、グリーンビルというタイトルです。もうちょっと発売まであなりますけど、皆さん楽しみに待っていてください。日本コロンビアからの発売です。それでは今日もいい一日でありますように。井上芳雄でした。